にちはです、パパ。奥のテーブルでトランプをやっている人がいるんです。そこがすごく盛り上がってて。なんだケリト、ポーカーをやるっていうなら付き合ってやってもいいぜ。なになに、こっちでもポーカーやるの？だったら私も入れて。おお、構わないぞ。人数が多い方が面白いからな。さあ、勝ったら何がもらえるの？商品は？そうか、考えてなかったな。店のメニューから何か一品おごるってのはどうだ？そんなの全然嬉しくないよ。ひどい言われようだな。じゃあ何にするよ。お金をかけるのはダメだよ、キリト君。だとよ。聞かせてもらったわ。当然私も参加させてもらうわよ。面白そうだし私も参加する。はいはーい、私も参加します。あの私もやります。ちょっと待った！この流れで俺が参加しないってのもおかしな話だよな。キリトの独占権を奪って存分にこき使ってやるぜ。私も少し興味あるから参加するわね。よし、わかった。優勝商品はキリトの独占権で決まりだ。ポーカーって話だったが、人数が多いからな、ちょっと特殊なルールを使おう。カジノでよくプレイされているテキサスホールデムを元にしたポーカーにするのがいいだろう。
手持ちのチップを使い切ったら脱落。最終的に一番稼いだやつが優勝だ。これ以上やりたくなかったらフォールド。受けて立つときはこう。賭け金を上乗せしたいときはレイズと叫ぶんだぞ。ルールは分かったか？じゃ、ゲームを始めよう。私もフォールド。私の番ね。これならほぼ間違いなく勝てるわ。勝負するっきゃないでしょ。よーし、私は全賭けのオールイン。これで勝てなかったら脱落なんだから、なんとかなってよ。もちろんだよ。ふっふっふ。ショーダウン。それじゃ手札を見せてくれ。じゃじゃーん、ストレート。残念でした。キングの3カードも強いんだけどね。勝ちを確信しちゃダメだよ。何事も失敗の可能性はあるでしょ。悔しい。ピナ、どうしたらいいと思う？思い切ってレイズするべきかな。普通にコール？どうしよう、順番が来ちゃうよ。よし、全員終わったな。じゃ、手札を見せてくれ。やっぱりダメだった。負けちゃった。しょんぼりしないで。ピナのせいじゃないよ。負けちゃったのは残念だけど、私は楽しかったよ。チップも減ってきたし、今回はみんな消極的だし、思い切って勝負に出るかな。何のこと？キリト君こそ無理しないで降りた方がいいんじゃない？キリト君、無理は体に良くないよ。ショーダウン。ジャックの3カード！ああ、負けた。
ってきたぜ。俺のところにも運が巡ってきたぜ。勝負だキリト、オールイン。いいとも、俺の手札は最強だ。キリトに勝ち目はねえぞ。降りるなら今のうちだぜ。なんで降りねえんだよ。また美味しいところを全部キリトに持っていかれるのかよ。やった、すっごくいい役ができちゃったよ。これはオールインだね。レイズ、リーファもクラインも同じようなことを言っていたけど、結局ブラフだったじゃない。って、フォーカード？だからいい役ができたって言ったじゃん。私は嘘なんてつかないよ。負けた。今残っているのはシノンだけだとしたら、オールインよ。うん、間違いない。コール。クラブのフラッシュ、私の勝ちね。そんなやったー。これで残るは私とキリトとシノンの3人。とっとと優勝を決めちゃおう。負けるつもりはないわ。ああ、勝ちたかったの。誰が勝っても悔しいだけだし、こうなったらキリト君を応援するしかないな。カードを配るぞ。おお、これは最強のカードと言わざるを得ないよ。どうしようかな。うん、そうだな。私はここでオールイン。じゃじゃーん、キングの3カードだよ。フルハウス？そんな強い手札が最後の勝負に入るの？
やっぱりキリトはすごいや。負ける気しなかったんだけどな。残念だけど、私の負けよ。優勝はキリトね。え？キリトくん、勝ったんだね！さすがパパです。すごいです。でも、ご褒美はどうしましょうか。そうだよ。商品が勝っちゃったら勝負に。ここは再勝負で。それじゃ、ここらで解散か。楽しかったぜ。みんなお疲れさん。お疲れ。負けちゃったけど面白かったよ。お疲れ。お疲れ様。何？なぜそんなことを聞くの？それを答えてもいいの？それを答えて、もし私が勝っていたら私が商品をもらうことになるけど。なんて冗談よ。私の負けだった。信じるかどうかはキリト次第だけど。それじゃ、またね。